歩道、外環、圏央道、北関東道情報をお知らせします。はじめに、東北道、上り線の情報です。この時間、宇都宮インターから川口ジャンクションまで80分ほど、また、岩槻インターから大泉ジャンクションまで35分ほどかかります。また、交通規制のため、浦和料金所を先頭に、岩槻インター付近まで4キロほど渋滞しています。続いて、下り線の情報です。川口ジャンクションから郡山ジャンクションまでの区間では順調に流れています。この時間、岩槻インターから宇都宮インターまで60分ほどかかります。引き続き、外環内回りの情報です。郡山ジャンクションから大泉ジャンクションまでの区間では順調に流れています。この時間、川口ジャンクションから大泉ジャンクションまで15分ほどかかります。続いて、外回りの情報です。和光北インターで自動車が故障して止まっています。この時間、川口ジャンクションから高野ジャンクションまで25分ほどかかります。引き続き、北関東道及び東水戸道路、西行きの情報です。ひたちなかインターから高崎ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて、工事による通行止めのお知らせです。9月6日から10日、毎晩20時から翌朝5時まで、圏央道、両方向、久喜白岡ジャンクションから上層インター間を通行止め、および東北道、上り線、久喜白岡ジャンクションから圏央道鶴ヶ島方面へ向かうランプを閉鎖します。